えー、かいつまんでいます。友人がストライブで、えー、初めて3ヶ月ゴー,ルゴールドとスパーゴールを反復することすごいですね。で3ヶ月まで動いてくるのはセンスがいいですと。で、えー、と、自分はたまにその人に教えてるんですが、やっちゃダメなことよりもやってる強いことを教えていきましたと。で、気がついたらベガで全キャラにスキまあスキル犬っていうのは相手の裏に回って蹴るやつです。 EX ブラストからのスキルに裏回り連携が主力で本当にボタンを押して強い行動をするベガ使いになってしまいましたと、えー、ゴール隊では有力な連携かもしれませんがランクがあるほど通,通らなくなりますしダブルにも使ってほしい何よりタマキャラにはスキル1を選んでほしいですしかし友人が楽しく使っている連携とスキルに口を出すのもなと悩んでいます私は友人に間違った道を教えてしまったでしょうかこの人はかなり格ゲーの才能がある人ですこの友人ね この友人は相当格ゲーに向いてるタイプです。だけこの人はまあ分かんないけどとりあえずゴールドとスパクまあ落ちたかったりしてるんやろうけどまあそのうち変えるんじゃない多分一番なんかこれから多分楽で楽しくてやってるって感じででこの人がまあ,あのこれ対策されだしたらまた違うことやるやろうし要するにこれが通るからやってるわけで。 通らなくなったら多分やらんやろうし、だから通らなくなったら楽しくないから、まあ、だら通らない、だ通ってるうちから違うことをやってっていうのは、なんかちょっと意識高い系なんですよね。別に、それはそうなんやけど、でも別に買ってるし楽しいんやったらその時はそれでいいんじゃないっていう感じがするんで、俺はこの友達はかなりいい線いってると思いますね。だ逆に、最初に、 これはやっちゃダメこういう行動は今は通用するけどっ、えー、とー後から強くすすなしなくなるからやっちゃダメであのもっと難しいこといろいろ練習しないとって思ってる人は俺はあんまうまくなんないと思う。うまくないというかそ,れをその考えで強くなれる人って何て言うかな <laughs> どんなパン生展示なんていうなんかめちゃくちゃ時間かかるんですよそれ。 あのそれが身につくまでに。で格ゲーでそれを身につくまでをそんなに頑張れる人ってそうそういないからだから身につく前にやめちゃうんですよ多くは。その目標に達するまでに折れるか他のことを始めちゃうんですよだから意味ないんですよそれを志すことにほとんど。だから今勝てることをや,やるっていうのを積み重ねるのが一番結果的にあの強くなるってことが多い。 ので、あの、伸び伸びプランでいいと思いますね。まあ、その修行するのがね、楽しいって考えたら全然いいと思,います思うんですけどね。そういう人ももちろんいるやろうし、いっぱいね。うんそ、今勝てることをまず見つけてる、見つけられてるってことが、めちゃくちゃ、あの、すごいことなんですよね。そこにた、その、到達できてるってことが。それがまずそ、すごい難しいんで、今夜勝てるってよく言うけど、あれ、今夜勝つの、超むずいんで、対戦ゲーム。 基本今夜勝てないんで、今夜勝てると言いつつ。じゃあ次きます。えー、ハイデンさんこん、こんばんは。えー、バルロンド楽しんでる内容何よりです。しかしですね、すでに数十時間して分かったと思うんですが、浅いんですよ。もうちょっと配信外で、えー、いいので、バルロンドの座学をしてほしいです。えー、デバイスの設定などやることはいくらでもあります。バルロンドが好きな視聴者より。はい。すいません。<laughs> 申し訳ないです。いや、でもバルロンドはね、あのー、昨日も話して,てんけど、あのー、何が神ゲーかっていうと、 もうありのままの自分でいいんですよね、うん。ありのままの私でいいゲームなんですよ。基本。まあ、たまにあのチャットにあのボイャーで怒られたりするんですけど、それがやっぱすごいですね。あの本当にで。これはどういうことかっていうと、あの初心者の数が多すぎ、例えばあの初心者の数が少ない、まあ、ゲームをやったとしたら、あの 初心者っって言ったらおかしいねんけどその格差がある対戦を埋めていく作業が必要なんですよ。そうしないとまず対戦ができないっていういひたすらボコられるだけであのー、まず対戦の土俵に立てないからその間を埋めるためにそのいろんなことを準備しないといけないっていうのが必要なんですよ期間としてね。ただバルロンドって初心者多すぎてあの毎日用意ドンしてる感じなんですよ。 だからあのなんかありのままの私で普通にこう遊べるんですよね。それがかなりすごいなっていうのをやっぱ感じましたね。特にあのチーム戦なんで、まあ、チームの仲間次第で勝てるし勝てることもあればその自分が引っ張ることもあるしみたいな感じで、うん、まあ、そこがやっぱりうん。 まあババントのの魅力なのかなかという,ふうに今思ってやっててやます、まあ、もちろんうまくなりたいんですけどあのそんなうまくなることを焦る必要はないっていうかあの俺昔顔芸がやっぱ強くなったきっかけがあってまあそれが KF98 なんですけどあのー、ゲーセンでやりたいけど毎回一面で乱入されて暴言されるから一切プレイできないんですよねだから練習っていうかそのプレイしたいけどできないから そのために、まあ、かなりこう、人のプレー見て研究したりとか、練習とかして、友達を呼てあの、球児なやらせてもらったりとかして、それで、その要するに、プレーするまでに上手くならないといけなかったから、上手くなったんですけど、で上手くならずに、普通に、あの、もし、慶応9児たちが対戦できたらあの、遊べたら、多分上手くならなかっただろうね。上手くなる人がないから。っていうところ、 なんかなー、うんまあ、もちろんうまくなりたいんですけどねただなんかその強いられてないよねうまくなることを全く遊ぶことに関してねでも怒られちゃうんですよ多分なんやけど変にうまく,くなって変に思多分ねうまくなっても一生怒られると思うで <laughs> 多分ねあれねランクアってあの結局自分が上手くなったら 周りも上手くなっていくから、あの怒られるっていうのは一生怒られるんですよ。だからい関係ないんですよ。下手やから怒られてるんじゃなくて、そういうゲームなんですよ。<laughs> だからあそこで、ああ、怒られたから、あのうわあ、練習して上手くなるとっていう考えするやつはダメですね、うんあの。全くそこは解決になってないことに気づかないと。いくら上手くなろうが絶対怒,る怒られるんで。やつあいきます。えー、ハイタニさんはそこまで馴染みはないかもしれませんが、 私は大阪の京橋近辺で育ちましたなかなか愉快な町で、えー、取り上げていただく機会も多いですそうねこれ佐古さんが昔住んでた町だねただ京橋というワードに反応すると大体5分の2ぐらいは東京にあるという京橋エリアの話であそうなんや多くの人がこの話題このせいで無駄なエネルギーを消費してしまっていますここは一つ解明マッチなどを行うべきではないでしょうか勝つのは我らが京橋でしょう うん、が、長い目で見れば、みんなが幸せになると思います。思います。日本橋勢を加えた 2on2 でもかぶせた。ああ、日本橋はめんどくさいね。だから俺、あの、東京の人の前で俺、日本橋って言葉使わないもん。ややこしいから。もう、あの、なんとかあの辺っていうね。なん、なんば。なんっていう。うん、まあ、それがあるよね。日本橋ぐらいかな、一番めんどくさいのは。で、京橋は正直もう、俺、東京のやつ知らんから、わかんないけど、まあ、割と大阪とか、ゲーセン勢では、京橋は割と、 ゆかりの町だねそうあのロケ店で、ね、京橋グランドシャトーっていうゲーセンでよくあのロケテストやっててそこで結構お世話になりましたねあー結構行った人いるんやねカプジャムの時とか行きましたねああ淡路と淡路島あのうちややこしいね淡路は確かにややこしいな